まあ、1970年代の、まあ、アメリカなんでしょうね、はい、おそらく女性の理想主義者 NF タイプが完璧なこのメイティングの関係、はい、後輩の関係、うん、交通安全の項に、はい、配るっていう字ですね、はい、後輩関係を想像する能力から生じたと思われる驚くべき現象が起こったと。性革命を先導したグループの大部分は女性の理想主義者、特に ENFP のカーシー博士でいうチャンピオン、応援する人ですね、はい、鼓舞する人、うん、で占められていたと。したがって社会における二重の性的基準に対して最も声高にノーと言い、寝室における平等な権利を最も過激に要求したのは女性の理想主義者たちだったと。どういうわけか、この女性の理想主義者たちは仲間に対する無視ない私の献身だけでは不十分だと判断し、ますます NF の女性たちは伝統的な法的な取り決めに自分を縛り付けることに消極的になり、同居人の催促を先延ばしにして自分が正しいことをしていると確信できるまで両方を待つように求めたと、はい、ますます多くの NF の女性が法的な結婚の外で子供を産み、一人で育てることを望んでいるようだった。寝室の平等って何を指してるのかが全然わからないみたいな感じです。ウーマンリブ、ちょっと読みますね、すいません。これ Google で調べたんですけど、はい、1960年代から1970年代アメリカ女性で調べたところ、アメリカから始まった女性による女性解放運動はウーマンリブと呼ばれました。英語のウーメンズリベラテーション。ウーマンリブは社会の風潮や男性から見た女性像、女性のあるべき姿からの解放を訴えました。具体的には私的領域における人工中絶を決定する権利、性暴力の撤廃、労働の男女間平等など日常に潜む性差別の撤廃を目指したムーブメントです。ウーマンリブは男性中心の価値観を普通とする社会に対して女性たちが脳を突きつけた運動と言えるでしょう。あいつら許さんみたいな感じですかね。あと断る権利があって、うん、っていうことなんですかね。男性中心なのを撤廃させようみたいな話ですよね。うん、ただこれでこの寝室の平等っていうのが、はい、その性暴力的な、うん、なるほど、まあ、確かに先ほどカーシー博士の中でもですね、はい、ノーと言う、はい、っていうことを言ってますので、はい、この同居人の催促を先延ばしにして、はい、っていうのは多分、はい、相手が催促してくるのを、はい、ノー、ノー、はい、で自分が正しいことをしているっていう確信が持てるようになるまで、はい、待つように求めたというのは、うん、そういうことなのかな。ちょっと難しいですね、まあ、わかんないです、はい、NF 難しいです。ただその法的な結婚外での子供を産み、一人で育てることを望んでいるようだったっていうのは、まあ、この理想主義者の女性たちは愛のために死ぬ覚悟と意思を持つ代わりに、より充実した男性との関わり方を見つける可能性のために生きることを厭わなかったようだ。愛ってことですよね。待てっていうのはそこに愛はあるのかって感じですかね。あ、君たちにね、はい、で準備ができるまではノーだって。あ、君たちの準備をってことですね。はい、私のこと愛してるのかとっていうことかなと。それは本当ないか。なるほど。しかしこの性的革命家であろうとなかろうと、ほとんどの理想主義者はこの結婚という社会的慣習を個人的な約束よりも重要ではなく、はるかに神聖なものだと考えている。 SJ ガーディアンと同様、理想主義者も自分の行動に道徳的な制裁を加えることに関心があるが、違いはあると。 SJ の人たち、ガーディアンは
教会の権威を含む制度的なものに信頼を置く傾向があるため、免許証やこの結婚式に大きな関心を寄せる、まあ、この神の下でのみたいなところなんですかね、はい、免許証的な感じってことですよね、きっとSJ の人に。なるほど、はい、でこの NF 理想主義者は自分の心の底にある感情や個人的な宗教的信念に従う傾向があるため、結婚相手との間に深い絆が生まれ、私的な私的な献身の言葉が交わされたと確信した時に結婚したと考えると、多くの NF にとって魂の関わりと個人的の誓いが重要なのに、結婚式の準備や形式的な儀式は自分の重要だと思っているものには関係のない必要のない重荷に思えるかもしれないと、うん、はい、だって言葉の方が大事なのに、言葉とか、はい、言葉とか気持ちですよね、マジそういうなんて言うんでしょう、感じられること、はい、言葉も形式じゃないですか、つながったねって、はい、で心が感じられるかどうかってことですよね、のが必要なのに、はい、なるほど、特に、まあ、控えめな NF、はい、INF の人たちですかね、はい、この控えめな NF はプライベートな感情を人前で表現するのが恥ずかしく、祭壇の前で動揺してしまうことがあると、誓いの言葉の意味の大きさに感情が圧倒され、式の最中はぼんやりしているように見え、式が終わって二人っきりになるまで自分自身を取り戻すことができないのだと。これは理想主義者がバージンロードを歩くのを避けようとすると言っているのではなく、自分たちの関係を神聖化するためにこのような外的な道徳的権威を必ずしも必要としないということだと。必要であれば NF は伝統的な結婚式を挙げる相手、または両親、この人たちの希望に快く従うだろうし、その儀式に大きな意義と神聖さを見出すこともできると。外的な NF の中には結婚式を楽しみにしている人さえいるが、これは伝統的でない儀式を作ることに手を貸したからであり、例えば誓いの言葉を自分でアレンジしたり、その場にふさわしい型破りな朗読や音楽を選んだりしたからであろうと。これらの理想家、理想主義者は温かくぬくもりがあって寛大で、活発で魂が込められていると。誠実で人付き合いも繊細であり、他の気質からも魅力的に見える